皆様ごきげんよう。マナトと申します。ゼロ濡れガラスの巫女、続きをプレイしていきたいと思います。ついに日崎美優さんを箱の中から救い出すことに成功しまして、あとは一緒に帰るだけなんですが、はいはい、連れ帰るだけなんですが、さて道のりはどんな道のりになるんでしょうね。みゆさんはお母さんを探してね、ここまでやってきたということなんですけれども、うん、まあただでは逃がしてくれないとは思ってましたけど、水読みが溢れるってね。おっと、ちょっと今までの方とは雰囲気が違くないです？まがまがしいものすごくまがまがしい。お花ついてる、お花。嫌です。これはちょっと触るとまずい系の。ああ、やばい。もうあっという間に追いつかれちゃってますけど。あ、来た。あ、待って、普通に敵も出るんですか？開かない。え、これは相手をしてるとまずいんじゃないですか？他に出口はないですね。でもこの先にはさっきの黒い人が。開かない、倒さないといけない。パシャパシャ、避けられない。二人もいるなんて。触れられない。あ、開けられるようになった。あ、やばい、まだ追いかけてきてる。これは非常にまずい、まずいやつ。ここ。すごい波動を感じますけど。来てる。開かない。ここもまた敵を倒さないと。あ、いや、来てる。逃げれる、よし。雨が降ってきている。あっという間にびしょ濡れに。よし、いいぞ、逃げられるぞ。逃げた。ふうよかった。それであとはケーブルカーに乗ってね。危険です。早く帰りましょう。うん、駅の電気が消えている。雷。どこかに電源のスイッチはないだろうか真っ暗になってる。
かな。おっと、あ、敵だあ、敵ですね、敵ですね。回避。あ、うわ、ずるい、ずるいぞ。まず全開にしておいて、わーおうわーお、あ、これよく間に合ったな、よかった。うわおおお、あ、ダメでした。これで1体だけでもやられてくださると、お、ありがたいですね。見取り、あ、見取りできた。あー、お宿のご主人ですね。恐ろしすぎる。の方も、もういませんかもういない。主電源のスイッチを入れた。おお、駅構内の電源が、よし、降りよう。あー、電気がついた、嬉しい。よし、ケーブルカーも電気が来てますね。みゆさん、みゆさん、こっちですよ、みゆさんみゆさん、みゆさん、お早く。よし、これで、あとはスイッチが後ろ、動いた。わあ、わあ、思い詰めないで。おお、動いてますね。さっ、一様式フィルムだいぶ消耗したな。ん、何事。一応駅には着きましたか。豪雨になりました。開かない。ああ、よかった。行きますよ、桃の花パンフレットによると近くにトンネルがあるようだ。
そこを抜ければ廃旅館の屋上へ出られるはず。下山する道を探す。あー、またびしょ濡れに。お、回復アイテム、アイテム、アイテム。もう、よし、こっちです、こっちです。トンネル？お、万葉岩。また？また？今のは私、ちょっとね、話したんですよ。拾うのを途中でやめたんですよ。捕まりましたけど。トンネルはどっちかな。トンネルどっち？山を下る方向で行ってみようかな。お、アイテムが落ちてるっていうことはこれ合ってるんじゃないですか。おっとっと、背の高い女。ちょっと07式に変えておこう。さすがに、さすがにゴーストハンドさんも3回目はなかったみたいですね。お、トンネル。みゆさん行きますよ。進む、開ける。敵がいる。傘、壊れた傘さして。気配がなくなった。これはサビなのか血の跡なのか。怖い。一瞬赤い気配を。おお、あ。本当に避けるのが下手。痛い。おお、誰か出てきた。死ぬでねとかって言ってる。よいしょ。うわ、早い。何があったんですか。あれー。あ、なんとか命は助かったけど。そんなバカな。そんなバカな。あ、そして車はあの位置で。悲惨すぎる。うわー、それは大変なことに。
この車。いやー、大惨事。ミユさん気にせず行きましょう。帰りましょう。もうダッシュです。ちょっとこの鉄パイプらしきもの武器になりませんか。トンネルって言ってもなんかこう工事現場みたいなことになってますね。ああ、崩落したのか。誰誰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 、うわ、いっぱいいる。いっぱいでもないか、2人。わお。3人いるな。お、みんないいね。いい笑顔だね。あっという間に。あ、良くないものが飛んでますね。よし、浄化完了。よし、見取りもできましたね。もうこんなところ早く出ましょう。あ、また巫女が出てきた。どこにでも現れますね。さ、ミユさん襲われてます。守れたかな。お、ご神水発見。ゆりちゃんの方が背が高いんですね。わっ。わっ、不吉。あれ、なんか一瞬フィラメントが反応しているけど。お、こんなところに。よし、これが出口かな。開かない。また出た。また出た。一緒には行けません。うん、回避。あ、真下だった。あ、まずいまずいまずい。ピンチ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 。まさかもう一回襲われるなんて。これで今度こそ外へ。でも外は外で雨が降ってる。おー、よかったー。でも出たところがね、ここですからね。あんまり安全とも言い難い。山から降りてきたという意味では安心なんですけど。ここは屋上に出るっていう話でしたね。うん、屋上だ。お、これはフィルムかな。お、一音式。
いや、ちょうど心もとなかったのでいいタイミングでした。次も行くんですか？旅館の中は歩かずに済みました。お、レンさんが来てる。3歳の頃から離れ離れですもんね。触れる。ああ、何かを見ようというのですね。これはまた際どい衣装ですね。グラビアアイドル？そんな悲しいこと。なかなかすさんでらっしゃいますね。まだ学校に通っていた時代のゆりちゃん。ね、人には見えないものが見えてしまって。これは共感覚。能力がね、お互いに見えてしまうっていうことが分かっているからならではの。私結構あのセリフ好きですね。勝手に見ないで最低って。雛崎美羽は山頂近くにある神社の奥で、遥かと同じように黒い箱に入れられていた。眠る美羽の記憶を見ようとした有利だったが、逆に自分の記憶を見られてしまう。美羽もまた影見の力を持っていた。おー、ということで、ランク A。これでオープニングの方のね、みゆさんと話がつながったということで、なぜ黒い箱の中に閉じ込められていたのかというところが明かされました。でもついになんか出ましたね。黒い花嫁衣装っていうんですか、まとったちょっと雰囲気の強そうな巫女様が
とこしえ花。ということで、はい、今回はここまでとさせていただきたいと思います。続きはまた次回。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではマナトでございました。ありがとうございました。